一大事です。リーグ戦、ルヴァンカップ、ACL、天皇杯4つ全部、これはね、ぜひ頑張っていただきたいということで、これ応援動画です。応援動画と、あと僕なりのグランパス今後この選手に注目してくださいっていう。まず大前提としてですね、クバコと、すごい難しいんだよ。ヤクブ・スオビク。スオビク選手っていうのがいまして、ポーランドの化け物なんですけど。これですから。デルピエロゾーン的な感じで、ペナルティエリアのちょっと外ぐらいから、ファービック。あと、ダンゲラック選手からのロングフィードが届くんですよ、ゴールキック。こうやって来たボールをね、ヘディングしないと。トラップしようとするの。ゴールキックが来るじゃん。ピューンってから、って言ってトラップするの。これはね、あるあるなんです。もう一個あるあるは、前線のチェンジクロスする時の、ソービック選手ってのはあるんですけど、これはあえてやりません。全然ディフェンスにこう、あんまりチェイシングいかないから。プレスいかないから。これはでも、許されるのは、点を入れるか入れないかなんです。って考えると、化け物的に入れるから。って入れたシーン。あとね、これみんな忘れてるんですけど、森下選手がめちゃくちゃ活躍してるんですよ。サガン鳥栖から入ってきて、サイドバックで出るんじゃないかと。それこそ宮原選手、成瀬選手の枠に入るのか、枠で争うのか、吉田優太選手と争うのか。加入した時にね、森下選手出してよと思ってたんです。でも、守備はなんか約束が多分多いんでしょうね。もう詳しくわかんないけど。で、なかなか出場機会がなくて、でもね、攻撃面がすごい魅力があったんですよ。で、相馬選手のポジションに、多分オリンピックの期間かわかんないけど、多分入って、めちゃくちゃね、いいのよ。縦に行くし、何よりね、シュートめちゃくちゃ打つの。今のところ点入れてないんですけど、ずーっと最近得点の匂いがするのが森下選手だから、決めたらドバドバ出ると。でもうあと紙一重だもん。めっちゃ削られてるの。キーパー。ランゲラク選手、これはもう間違いない。もうずーっと止めるんですよ。半端じゃない。でもね、多分今年ね、結構グランパスファンめちゃくちゃ見てる人は、あれこれ前だったら止めてくれてたよって、前のミッチだったら止めてたよっていう、もうないものねだりになってる。もう穴を探すのがなさすぎて、あれは止めてたよっていう、昔はそのファインセーブだったのを、あれが普通になってるっていう基準がもう上がってるっていう、なんかこれファンのね、目線上げてるってことかもしれない。ディフェンス陣はもう中谷選手ですね。センターバックは中谷選手。これ間違いないです。丸山選手が怪我をしてしまって、丸山選手が怪我して中谷選手が日本代表にも選ばれたし、で、ツイッターかなんかで流れてきたので、かっこいいし、すごいなと思ったのは、リーグ戦、ルヴァン、ACL、天皇杯、全部残ってる。日本代表に選ばれて、もうね、終わった瞬間にこうやってトランクに詰め込んで、日本代表に行くっていう時も、いやー、厳しい、2週間ない。2週間、ここから2週間だよ。いやー、幸せって言って、飛び立ったのよ。中谷選手第1位、さらには、藤井選手というセンターバック、今回、キム・ミンテ選手も、まあ、どれぐらいの怪我か分からないですけど、ちょっと離脱されて、まあ、木本選手が入ってるんですけど、さらには藤井選手っていう、グランパスユースのね、ファンの方も大好きだし、出たらね、やっぱ活躍するんですよ、強いと思うし、うまいし、足元、第1位ですね。さらには右サイドは、もうこれはね、もう今、盤石です、成瀬選手と宮原選手、これもう2人争ってるから。これはもうグランパスファンとしては、もちろんそれはないものねだりじゃないですけど、もっと欲しいっていう選手、いるかもしれないです。いやいやいやと。この二人がもう活躍して、さらには森下選手も入れたりするって考えたら、ここ盤石ですよ。左サイド、吉田豊選手、ビビります。ずーっと出てます。大体の選手、ローテーションするんですよ。で、みんなグランパスファン気になってます。稲垣選手、中谷選手、吉田豊選手、ずーっと出てますよ。ずーっと出てます。その中でも吉田豊選手、ずーっと出てます。大丈夫ですか？大丈夫なんですね。ずーっと出てるんですよ。吉田豊選手のね。このモノマネを、奥様も見ていただいたということで、第4章おめでとうございます。私は吉田豊選手に関して、もう吉田豊選手はもちろんですけれども、もうご家族を応援しておりますので、ぜひよろしくお願いします。あとはボランチね、稲垣選手はすごいよ、もうストライカーなの。グランパスで今一番点取ってるのがボランチですから、ね、稲垣選手。そう、佐藤久人選手も言ってたけど、彼はもうストライカーですね。これ、米本選手、長澤選手。強いです。というか、もう米本選手と長澤選手だけでいてもすごいボランチなのに、稲垣選手、まずもう君臨してるんですよ。
で、米本選手と長澤選手がポジション争いしてるチームって相当すごいんですよ。前線はもうちょっと分かりません。注目全員キーマンって言って大体もう全員もう出ちゃいます、ね、今全ポジションいってる。右サイドはまあ前田選手もいるし、前田選手ってね顔に出てるんですよ。すごい充実してるなっていうところ、去年のね、多分試合に出せよっていう顔、試合によしやるぞっていう、あの時の顔めちゃくちゃあって、なんかこう見てるとね、なんか本当に応援したくなる選手なんですよ。ちょっと惜しいなっていうシーン何個もあったんですよ。あの柿谷選手がチェイシングして、でシュートして外れて、前田選手が詰めたけどポスト当たって稲垣選手が入れて、ごめんごめんってやったあのシーンがあるんですけど、あれとかを見ても前田選手入れてほしかったなと思います。でもあそこに詰めてる稲垣選手はすごいな。毎回毎回前線だけ変わるもん。後ろは盤石な感じで、前線はね結構本当に組み替えるんですよ。トップ下の阿部選手だって、あの今ね最近ちょっと出れてないけど、阿部選手もシャビエル選手もいるし、柿谷選手もいるし、で前田選手からこう行くところもあるし、相馬選手、斉藤選手、森下選手で、マテウスもいる。マテウス選手もやばいよ。トップはね、金崎選手いるし、クバ、ちょっと今までにないぐらいの選手層と、今までにないぐらいのポジション争いが行われてるんで、キーマンを上げるとしたら、森下選手と柿谷選手、2人になりました。あの森下選手は先ほども言ったように、もうドバ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 もう打つだけ、打つと打つだけとか、入れるだけなので、あの状況まで持ってけてる選手って、多分グランパス今いないと思うんですよ。カットインしてシュートとか、あ、自分の形でシュートだよねっていうのは、いろんな選手、あの大体1試合に1個ぐらいはあるんですよ。それこそ熊選手とかもあるんですよ。森下選手だけは、うわ、もうあと1歩が1試合に2、3回ある選手って、多分森下選手だけなんです。森下選手がまず大注目の選手。で、柿谷選手を挙げた理由は、で、ここを警戒されて終わってしまう時がある。そうならないように、やっぱもう1人2人いるんですよ、ストライカーみたいな。この人も入れるよね。それが今稲垣選手になってるんで、じゃなくて前の選手に注目者になったら、柿谷選手がやっぱ爆発するというか、してくれたらよりすごくなる。めちゃくちゃあの久保選手の分も走ってるけどね。17歳18歳19歳の柿谷選手が今の柿谷選手のプレーを見たら、なんやねん、もう俺守備なんかしたくないわって言ってた、あの柿谷選手がね、今の柿谷選手を見たら多分びっくりすると思う。でも天才だから、やっぱりあとはもう中谷選手が締めてくれると思うので、です、応援してます。そしてサッカーモノマネも撮ってますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。最後は吉田豊選手のケツディフェンスでございます。以上です。